はい、皆さんこんにちは、 T-Rox の投資です。いつもありがとうございます。最近打ち込みでステージをやる人増えてきましたよね。音源を使ってですね、CDR を使うか、あるいは、まあ、iPhone や iPad を使って、ステージ上で自分で操作して演奏をする、両方可能なんですけれども増えてきました。で、違う回でですね、ちょっと裏技的にその音源をね、どっから流すかということで、スタジオで練習する時でもいいですし、まあ、ステージでもいいんですけれども、ベースアンプっていうのが意外と低域から高域まできちんと出るし、でしかも一番大きなスピーカーを使ってるんですよ、おそらくステージの中で。ギターアンプよりも大きい口径のスピーカーを使ってると思われます。おそらく15インチなので、まあ、10インチが4発とかもありますけれども、うん、なので、単純に聞こえやすい、低域から高域までしっかり聞こえやすいから、ベースアンプで鳴らすっていうのも一つの手だよって一回言ったことがあるんですよ。でそうなってくると、ベースアンプから音源が流れて自分の声っていうのはモニターから返りますから、これ分離できるんですよ。なので分離できるので聞こえやすくなる。これはもう主観的なものなんで、それがやりやすいって感じる人もいれば、やりにくいって感じる人もいると思うので、一概に言えないんですけども、分離するっていう意味ではそうやるのもいいと思います。はい、でなおかつギターアンプなんかだとちょっと特性があるし、どうしても、全帯域にわたってきっちり再生するというよりも、ギターの音をきれいに再生するように作られてるんですから、当然ギターアンプはね、特性がそうなってますから、あんまり不向きかなと思うんですよね。なので、ベースアンプで音源を鳴らすっていうのも手だよっていうのを一回話したことがあるんですよ。でその時はもちろんその前に分岐して、ラインで信号を宅の方へ送る可能性、必要性がありますけれども、それはそんな難しくないんで、全然ライブハウスに行って、ね、そういう風にしてくれって言えば簡単にできると思います。でですね、それともう一つですね、今日お話ししたいのですが、まあ、大体によって PA じゃない、ごめんなさい、モニターから返すですね。このモニターから返す、ここ客席で、これがステージになってまして、センター、こちら下手側上手側と考えてください。でモニターがこれがこうある感じですね。大体こうあります。まあ、ドラムの方は今は打ち込みなんで必要ないですね、お話の中ではね。でですね、大体センターで一人で歌う人、ね、についてまず説明しますと、これね、こんだけモニターがあるじゃないですか。なのでとりあえずですね、自分の声をたくさん聞きたい人、しっかり自分の声を聞きたい人っていうのは、ここから自分の声をだけを返します。はい、一つの例としてですよ。そして音源をどこから返すかというと、こことここから返します。ちょっと遠いとこから返します。はい、そうすると自分の声が一番近くから聞こえてきます。そしてちょっと遠くから音源が聞こえてきます。はい、この音像でまず一回やってもらいますね。自分の声たくさん聞きたいんだよっていう人向け、はい、それとは別に、今度自分の声よりも、今度はなんていうんですかね、バンドサウンドみたいに聞きたいんで、音源も結構大きく聞きたいんですけどっていう人、そういう人の場合はですね、音源をここからここからここから全部返しまして、ボーカルもここからここからここから全部返します。あ、さっき言ったのはもうボーカル全部返ってますけどね、全部返ってますけれども、さっき言ったのは音源がここから一番強く返ってて、ここから音源が返ってなくて、ここからボーカルだけで、ここもボーカル返ってますけどもっていうことですね。で今言ってるのは、サウンドの方を大きくしたい、音源の方も大きく聞きたいっていう人は、ここからも全部、とこから音源を返して、ボーカルもここから全部返す、こんな感じでちょっとねやってみたりしてます。そしてもう一つはですね、この間ね、これをやったらね、まあ割と、あ、これがいいなっていう人と、やっぱりそうじゃないって人にちょっと分かれたんですけども、意外と僕もこれ一回やってみたかったんですけど、こっから音源返すんですよね、こっから音源返す、そしてボーカルをこっから返すっていう逆を一回やってみたんですよ。そうなってくるとね、どういう感じになるかというと、こっから返すと
なんですよね、ここにここから返すとね、非常にボーカルが近いとこから、自分の声が近いとこから返ってきますね。でここから返すとこのステージ上全体に自分の声が響くんですよ。ちょっと遠いとこから大きめに返すからね。で音源はここからだけにしてみたんですよ。だ一見すると自分がここにいますから、遠くから声が聞こえて近くから音源が聞こえるからどうかなって思ったんで今までやってなかったんですが、ちょっと一回やってみたかったんでやってみたんですよ。でそしたらいいっていう人と、やっぱり元の方がいいっていう人もいたんですが、ただいいっていう意見もありまして、それは全体に自分の声が響くんですよ。このステージ上全体に自分の声が響いて、音はここから近くから聞こえるって感じですね。っていうのもあったんで、この辺をですね、ライブハウスに行って自分で音源を使う人はちょっと PA さんに言ってみて、試してみるのも全然いいと思いますよ。リハがある時はね、こっからね左右から返してくれとか、こっから返してくれとか、自分の声こうやってくれっていろいろ試してみるといいと思います。それで多分全然難しくないですから、おそらく。まあただよく言ってるようにライブハウスで、うちはこの4系統あります。1,2,3,4 系統あって、全部バラバラに信号が動くので、それができるんですが、まあ、例えばここ2つは一緒になっちゃいますよとか、ここ2つが一緒になっちゃうよとかね、ここ2つが一緒ですよ、一緒のモニターなんですよとかだと、そのバラバラに動かせない可能性があるんで、音をね、そういう場合ちょっとできないかもしれませんけども、だいたい4系統あればできます。はい、なのでいろんなやり方をね模索してみてもいいんじゃないかと思います。その中で自分が一番やりやすいやり方、なるほどこっから聞こえた方がやっぱりいいやとか、こっから聞こえるっていうのはなかなかいいなとか、音をいっぱい聞きたいからやっぱりここからも音を返してもらった方がいいやとか、これねあったんですよ。やっぱりね、その人声たくさん聞きたいのかと思ったから、ここから音源を返さないで、ここから音源返し大きめに返したんですけども、その人はベースの音を聞きながら自分の音程を取るっていう方だったんで、ここから試しに返してみたら、あ、こっちの方がいいですっていうことになったんですよ。なのでね、人によってちょっといろいろ違うんですよね。ボーカルだけを、自分のもうボーカルだけをとにかく聞きたいっていう人と、サウンドもしっかり聞きたいっていう人とちょっと違ってきたりするんで、それはねちょっと言ってみてもいいと思いますね。はい、あとね、例えば2人いる場合ですね、2人いる場合、ボーカリストさんここにいてギタリストさんここにいる場合で、ボーカルがメインで歌ってギターはそんなにたくさん歌わないよっていう、まあ、ギターを弾くっていうためにいるっていう感じですかね。そういう人の場合はね、例えばね、ここはね、この辺はねボーカルたくさん返すね、この辺この辺で、ボーカルの立ち位置が大体この辺になるじゃないですか。ちょっとねこの辺になるじゃん、2人しかいないからね。そうするとこのモニターをこう動かして、ちょっとこっちにこう向けるようにしますね。はい、そしてこの辺たくさんボーカルを返してあげるんですよ。そしてここにボーカルももちろん返しますが、ここに楽器をたくさん返してある。こっちも音源返ってますけれども、あ、ここは返ってないかな、ここ返して、でここにたくさん音源を返してあげる。そうするとここにいるギターの人は非常に弾きやすいっていうことですね。ギターの人がボーカルを聴きながら演奏するって人はあんまりいないので、どちらかというと音源を当てにして演奏する方がやっぱり多いじゃないですか、絶対に的に。だってドラムが入ってベースが入ってるわけですから、それをもちろんボーカルも聴くでしょうけども、やっぱりリズム的なものでね、ドラムが聞こえなくなったら一番演奏できないですから、だからここで楽器の方をですね、音源の大きく返してあげる。そしてこのリードボーカルの人は、まあ、この辺にいるでしょうけれども、この人に影響ないようにここを強く出してあげて、ここには軽く返してあげる。そうすると自分が歌いやすい、ね、っていう感じもできますし、うん、そういう風にするんですけれども、その辺いろいろ臨機応変できると思うので、はい、言ってみてください。もし2人組でギターだったら、私の方に音源をたくさん返してくれとかね、うん、このボーカルの人が例えば音源はまあ大丈夫ですから、聞こえてれば平気ですから、歌うだけですから、自分の声をたくさんくれとか、音源をたくさんくれとか、それにいろいろ言ってみてもらってもいいと思いますね。なのでモニターはですね、こういうふうにですね、4個ね別々に動く音を返せる可能性が高いですから、ライブハウスで大体2系統か4系統ですから、それをいろいろ言ってみてもいいと思いますね。もし無理だったらそれはしょうがないんで、まあ、ここで一緒になっちゃいますよ、全部一緒なんでごめんなさいって言われたら、まあそれはしょうがないんで、ああ大丈夫ですって言うしかないんで、そしたら自分の声とね音源のバランスを取るだけ、あとそれからさっき言ったみたいに、ここに下手にねベースアンプがあったら、こいつを使うっていうのも手かもしれません。とにかくボーカルがよく聞きたい人はそれもいいかもしれないですね。はい、
その辺のお話をね今日はしてみました。はい、ありがとうございました。また聞いてください。さようなら。